クールシュベル飛行場はフランス南東部アルプス山中のスキーリゾートクールシュベルにある山岳飛行場であるスキー場に囲まれた立地に所在するこの飛行場は傾斜を持つ短い滑走路で知られておりメディアに風変わりな空港や危険な空港として取り上げられることも多いサボワ県の自治体クールシュベルに位置する飛行場はクールシュベルの中心集落 クールシュベル1850の南約2キロメートルにある山の斜面に作られ、周辺にはスキー場が広がっている。滑走路の長さは5 3 7ル。滑走路上端の標高は2 0 0 6ル、下端は1 9 4 2ルであり、最大勾配は18.66%に達する。離陸時には常に滑走路を下り坂として利用して加速を行い、 着陸時には逆に、上り坂として利用することで原則を行っている。飛行場は、陶器でも離着陸が可能である。空港周辺1960年代から1970年代にかけては、エアアルプスの拠点の一つとして、デハビランドカナダ製の DHC-6 や DHC-7 のような短距離でも、離着陸可能なプロペラ旅客機が離着陸をしていた。 現在は定期旅客便の運航はなく、ビジネス機、軽飛行機やヘリコプターのみが離着陸をする。飛行場はリゾートを訪れる自家用機、チャーター機の離着陸場として、また山岳遊覧飛行の拠点や飛行教習の場として用いられる。自家用機用に大きなプライベートエリアが確保されている。空港へのアプローチは深い谷間を通るという危険なもので、 この飛行場で離着陸する操縦士には山岳地帯の飛行に関する特別な免許が必要である。空港開設以来何回かの事故も発生している。ありがとうございます。